はい、えー、おはようございます。こんにちは、こんばんは。ということで、えアニマ記念のですね、枠版が出ました。ということなんですけども、えー、私の見解からいくとですね、えー、ゴールドシップ。はい、ゴールドシップはですね、7枠14番に入りました。ここは、ちょっとね、外枠すぎるなと思います。これは。でですね、一番人気はの、オルフェーブルは6枠に入ってます。 あ3枠ですね。3枠6番に入ってます。で、まあ、いいかな。ちょうどいい位置かなと思いますけどね。一、えー、1枠2枠、えー、一押しの1枠2枠のですね、えー、何がいいかっていうと、この、見てください。ダノンバラード。これは美味しいですよ。十、え、二、ー、12番人気、今んとこですね。12番人気なんですけども、 えっと、ダノンバラードはですね、何でいいかっていうと、ゴールドシップと戦ってますんで、右回りですね、オルカマーもですね、これ、3着ということで、一応ですね、私はダノンバラードはね、すごく2着3着で3連単買いたいと思います。まあ、1着でもね、買っても面白いかなと思いますけどもね、えー、ちょっとね、予想ですね。で、まあ、あとはですね、なんせ、何がいいかっていうと、外人のね、 奇襲、10番、ウィリアムズ、えぇ、ー、12番と13番のね、14番、これ、ここが固まってますね。外人奇襲。ただ、えー、予想でいくと、ここの外人奇襲隣同士で、えー、いますので、一人来なかったらみんな来ないんじゃないかなと思いますね。うーん、まあ、 一応予想としては1枠2枠私は一押しに1枠2枠は外せないんじゃないかと思います特にダノンバラードですねはいこれはちょっとねダノンバラード絡んで買うのも面白いかなと思いますまあ皆様の予想はね、えー、どうなんでしょうっていう感じなんですけどもまあゴールドシップが残念ながらこっち行っちゃいましたから7枠まあでもやっぱり買いたいは買いたいんでまあ一応絡まして買います はい、以上です。